我々が不安に思い恐れていた米軍ヘリ墜落事件がまたも起こりました。昨日12日午後2時前に米軍ヘリ MH60 型機がうるま市池島沖に墜落しています。米軍用機が沖縄上空を飛行し続ける以上、墜落事件が県内どこかで起こり得ます。傷口が腐る臭いなどの異臭が充満していたといいます。その臭いが戦争の記憶なんだと目に涙を浮かべながら語ってくれました。これが戦争です。悲しみ、怒り、恐怖、憎しみ、恨み、そういう負の感情が積み重なった結果として人間が作り出した地獄です。戦争を繰り返さないこと、それが先人たちが真に願う平和に。旧制大震災島から徴用された50人ぐらいの若者を乗せた船は石垣島から西表島の大船というところに夜着いた。次の日の夜、波照間島に着きました。その船の中に山下虎雄も一緒に乗っていたのを覚えて